皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV アンザモショーニュースでございますが、本日はウクライナがドネツク州で大反撃です。では参ります。昨日の夜ぐらいから情報が出始めまして、夜中を通して出続けました。もう本当になかなか寝かしてくれないような夜だったということになりますけれども、本日その情報をまとめまして皆様と共有という形になりますね。トピックスでね、バフムートとか、あとワグネルとか、あとベルゴロド方面もですね、少しずつ情報がありますので、すべてお伝えしていこうというふうに思いますが、まずはですね、ちょっと被害が気になるヘルソンの状況からいきたいと思います。こちらボグダンさんでございますね。ヘルソンでですね、ヘルソンの東岸、つまりロシア占領地域で取り残されているウクライナの皆さんの救出活動をウクライナ軍、そして救急部隊がやっていたわけです。救援部隊がやっていた、その救援ボートに向かってロシア軍が銃撃をしてきたっていう話ですね。3名が死亡、10名が負傷というニュースが出てきておりますけれども、これ救出していた大半の人が逃げ遅れた高齢の老人の人、もしくは障害者の人だそうですね。これに向かって銃撃をしてきた、つまり見りゃわかる状態のところを撃ってきたということですね。とんでもないことやってきたなというふうに思いますけれども、現在ですね、ヘルソンなんですけれども、水位が半分ぐらいまで下がったという情報も入ってきております。それでもすぐに、家に戻れるわけではないので、被害を継続しているということになりますけれども、生活用の水、飲み水であったりとかですね、その生活用の水が足りなくなってきているという話が出てきている中なんですが、ポーランドが、救援に駆けつけておりますというところでございます。すでに援助部隊が到着しているということなんですけれども、消防車であったりとか、あと水を溜める水槽であったりとか、あとはポンプですね、ポンプ車であったりとか、あとはボートとか治水コンテナとかですね、水を抑えるのに必要なもの、水を供給するのに必要なもの、両方とも持って救援に現れたということでございます。現在国際団体がですね、なかなかロシアの砲撃があって十分な救援ができない中、危険を顧みずポーランドが動いたという、そういうお話でございます。はい、ではですね、大規模反攻の話に行きたいと思いますけれども、まずは攻撃の地図から行きましょうか。こちらでございますね。赤丸がついているところになりますね。ドネツク州とザポリージャ州の州境のドネツク州に入ったところというところになります。ここで4つの町を相次いで解放していきました。すべて視覚的に確認できる状況でございますので、間違いない情報ということになりますが、問題は位置なんですよね。むちゃくちゃいい位置をえぐっていったということになります。まっすぐ南に行くと、ベルジャンシクという港町に到達するという形になりますが、ちょっと東にそれると、マリウポリというような位置になりますね。幹線道路両方とも途中まで行くと分岐があって繋がっているということになりますので、ロシアとしては相当苦しいところをえぐられ始めたということでございます。ちょっとアップにして確認していきましょう。こちらでございます。大きな赤丸がついているところが今回の解放エリアということで、上からネスクチュネ、ストロジェベ、ブラホダトネ、マカリフカというような形になってますね。ちなみにブラホダトネというのは綴りも読み方も一緒なんですけれども、これバフムートにも同じ名前の町がありますね。ウクライナのこういう小さな町なんですけども、同じ名前のものが結構あります。で、ブラホダトネっていうのも結構あるみたいですね。なので、ブラホ、ダゴネだかな。なんか、読み方違う形で分けていたりまして、逆に分かりづらくなっているんですけれども、まあ、一個一個地図で確認していこうというふうに思います。で、この4つを解放して南進をしているというふうに言われているんですけれども、実はですね、この倍ぐらいもうウクライナがすでに突き進んでいるという情報もあります。どこまで行っている可能性があるかというと、ちょっと南の方に大きな町がありますね。スタロ・ムリニフカという大きめの町があります。実はもうここにロシア軍いなくなっている、撤退したんじゃないかという情報が出てきております。なぜかというと、このスタロー・ムリニフカという町のすぐ下に、ちょっとため池のように見えますよね。場所がある。これダムなんですよ。ダム。ここをロシア軍が決壊させたという情報が入っています。地図を切り替えましょう。こんな感じでございますね。このダムを決壊させると、このスタロー・ムリニフカという町は浸水してしまうということで、ロシアはここから撤退したんじゃないかというふうに言われている。さらにもう一つの情報として、地雷をまく兵器ですね。地雷散布システムを起動させたというのが、ロシア側から映像が出てきているんですよ。で、これは相手の進軍を抑えるために、使う兵器、つまり自分たちが後ろに下がるときに使う兵器なんですね。
これを使ったという映像も出てきているので、スタロムリニフカの町からすでに撤退したんじゃないかっていう情報が入ってきております。で、これに関しては、ウクライナの国防省も声明を出しておりまして、ダム決壊させやがったということなんですけども、作戦に支障はないという発表をウクライナ側もしておりますね。で、どこまでロシア軍が下がったのかはわかりませんが、この地図ですと小さな丸がついております。ダム決壊したちょっと下ぐらいに。で、これがヘオリヒウカという小さな町になりますが、ここかもしれないし、さらにこの一個下の少し大きい町、ノボペとリキフカと言いますけれども、ここまで撤退したんじゃないかなということも言われてます。ただし、いずれにせよなんですけれども、この二つの町というのは、ロシアが掘った塹壕線に沿ってる場所であるんですね。塹壕のすぐ前ということになります。塹壕やすやすと越えられてはいけないので、塹壕の前で塹壕も一緒に活用しながら多分防衛線を引くということで、おそらくここまで下がったんじゃないかなというふうに考えられております。ロシアがですね、十分に準備をした塹壕ということになりますので、勝負は、本当の勝負はこっからかなという気がいたしますね。我々もあまり浮かれずにですね、しっかりとウクライナ軍を応援していきたいというふうに思います。そしてですね、一方ではちょっと苦戦を強いられているという情報もあります。それがザポリージャ方面ですね。一番最初の方でご紹介させていた2日前ぐらいかな、ロボダインという町があります。最近ね、ロボディーンとかって言われ方、ロボティーンとかね、言われ方もしておりますけれども、ザポリージャ方面、後で地図出しますけれども、ちょっとですね、重要な兵器が破壊されましたという情報、こちらですね。オシントディフェンダーさんですね。よろしくお願いいたします。ですね、ウクライナの重要な兵器なんですが、レオパルド2の地雷除去 車両ですね。地雷を取り除く専用の車両が2台やられてしまいましたね。あとは戦闘回収車、これも2台やられました。さらにレオパルド 2A6 の方ですね。これも2台やられた。ほぼ同じような場所でやられているということですね。ロボダイン近郊というところでやられております。特に、地雷除去車両なんですけども、このレオパルド 2R というものは、6台しか供与されてない。6台供与されたうちの2台がやられてしまった。ただし、その他の機種の地雷除去車両もあるはずなので、全体でどれくらいあるかわかりませんけれども、レオパルド 2R というものは6分の2でやられたという、そういう話でございますけれども、かなり貴重な、車両がやられてしまったという情報が入っております。で、ここはですね、ロシアが一番突破されたくない場所なので、ガチガチに守っている場所ということになりますね。これ、塹壕線の地図になります。で、今回やられたロボダインの場所が、この爆発マークついておりますけれども、このあたりということになりますね。ここからウクライナが南進しようとして道を作ろうとしたんだけれども、ロシア軍に迎え撃たれたという形になりますが、このまま南進していっても、まず一つ目の防衛ラインというのがあります。で、これを乗り越えていくと、今度はものすごい横に長い防衛ライン、二つ目の防衛ラインがあって、これを抜いてもさらに三つ目の防衛ラインがあると。で、さらにそれを抜いても、今度は徳幕攻防戦なんですけども、徳幕がぐるりと塹壕で取り囲まれているような状況ということで、ロシアが最も固く守っているところですね。徳幕を抜けてさらに南進するとメリトポリということになりますけれども、このラインをロシアは一番固く守っているというところでございますね。ウクライナは攻める側になりますので、どうしても被害は出るんですけれども、かなり重要な車両がやられたということでございます。はい、しかしですね、この塹壕なんですけれども、防衛ライン、どれぐらい、まあ、硬いのかというところを実際わかりませんけれども、竜の歯と呼ばれるですね、コンクリートブロックに関してはこんな感じでですね、ひょいひょいっと道の横に避けられているような映像というのが出てきています。どういうことかというと、地面に埋め込まれていずに、ただ置いてあるだけだったそうですね。うん。で、ただ置いてあるだけだと、こんな感じですぐに避けられますよっていう、そういう話です。それでも、塹壕が引かれていて、中に兵士が隠れています。あと、砲兵が後ろに控えています。あと、ヘリコプターなんかも隠れています。ということで、あと、ドローンも飛んできますしね。ということで、まあ、容易ではないというふうに思われてますけれども、ウクライナ果敢にですね、ここ、道を作って今、攻め込もうとしているというところでございます。はい。ではですね、次は、ザポリージャ方面、この南部戦線から東部戦線に行きましょうか。バフムートでございます。もうちょっとね、時間経ってからバフムートの話はしたかったんだけれども、小泉先生がもうツイートしちゃったんですよね。NPO 法人全裸中年男性理解促進センターさん、小泉優先生でございますが、なんかバフムート正面でのウクライナ軍の攻撃規模が、
女攻撃にしてはでかくないっていうツイートを打ちました。で、これがですね、すでに15万表示を超えていて、多分30万表示とか40万表示とかいくと思います。ということなので、もう喋っていいかなっていうところですね。うん。で、小泉先生が言ってるので、キーワードは女攻撃。助ける攻撃と書いて女攻撃ということになりますけれども、実はですね、バフムートに対する攻撃、ウクライナ軍は全然緩めてませんでした。ここ数日結構ものすごい攻撃をしていたんですね。で、そんな中で6月11日のツイートで井上さんからこんなツイートが出ていた。バフムト北側のベルヒフカの町はほぼウクライナ軍が奪還したと言っていいかなという、そういうツイートが11日の時点で出てました。まだ奪還してないと思います。まだ奪還していない、けれどもベルヒフカという町なんですけど、前もお伝えしましたが、貯水池の上の北の方なんですね。で、ここを取るとバフムートの北の部分を横っ腹からつける高台になっている場所です。ここ取って、ヤヒドネというところを取ると、まあ、いよいよかなっていうですね、バフムートの市街地に侵食していく、逆に侵食していくっていう形になると思うんですけれども、まあ、ここに猛攻を加えていた。さらに、バフムートの南ですね、南西の位置でも猛攻を加え続けていました。さらに、昨日ぐらいからだと思うんですけれども、市街地ですね、市街地もドローン攻撃、バッカバカ攻撃していて、もう煙が上がりまくってるような状況でございます。そんな中、ウクライナ国防省のマレルさんでございますけれども、まあ、バハムートでですね、250メートル前進したみたいな情報も入ってきていたりします。実はじわりじわりバフムートものすごい圧力かけながら前進してるんですよ、ウクライナ軍が。で、もうすぐ市街での戦いですね、にも入ろうかぐらいな今勢いになっているということです。逆に今取り囲んで市街地戦まで持っていこうとしているような状況。で、この状況を小泉悠先生は助攻撃って言ってるわけですよ。助ける攻撃。つまりウクライナがここに猛攻をかけると、ここに主力部隊とかある程度強い部隊を配置しておかないとバフムート取られてしまうわけじゃないですか。今、純粋に軍事的に多分見た時にバフムートなんか捨ててでも、この南部の方にロシア軍は兵を集中させなければいけないはずなんですよ。ところが、バフムートは、やっとの思いでですね、バフムート取ったぞって、この間国内で宣伝したばっかりの街なんですよ。なので政治的に、絶対捨てるわけにはいかないんですね、ロシアは。ここに圧力を加えると、ロシアはかなりの兵をここ釘付けにされるわけですよ。政治的な意味があるので、ロシアは絶対兵を割かなければいけない。それでも軍事的な、意味合いを取って、ザポリージャ方面とか、このドネツク方面とか、南部に兵をこれ移してしまって、逆にやったら取られてしまう可能性も出てしまうっていうことですね。身動きが取れないような状況になってる。なので、ウクライナがここに猛攻をかけていってる。これを助攻撃という言い方してる。南部戦線を助けるために、バフムートに攻勢を仕掛けてるという話でございますね。政治的な意味合いがあるので、ロシアは避けて通れないという状況でございます。はい。では次はですね、ベルゴロドロシア人部隊の話を久々にということなんですけれども、現在ですね、奥深くまで侵入したという状況ではありませんけれども、国境沿いの街は占領しています。その上でですね、なんとですね、ロシア部隊を、ロシア人のまあ兵士さんなのか、ちょっとわかりません。国境警備隊かわかりませんけれども、捕虜に取った人たちがですね、なんと、ロシア義勇軍の味方になりましたということで、寝返りましたっていう情報が入ってますね。何とも言えない表情でバスに乗っている、まあ、ロシアの、部隊なのか、それとも国境警備隊なのか、ロシアの兵士の皆さんが乗っているんですけれども、まあ、この人たちを吸収しながらですね、どんどん、こう、大きくなりつつ、侵食をしていっているという状況でございます。はい。では、最後のトピックス行きましょう。最後はですね、ワグネルでございますけれども、なんとですね、国防省が正式に、7月の1日から、民間軍事会社を国防省の傘下にするという、まあそういうお触れを出したということで、6月末までに国防省とですね、契約を結ばなければいけないという状況になりました。で、プリゴジンさんは国防省となんか契約結ばねえっつってまた怒りたけっているような状況でございます。で、
これが何を指すのかということなんですけど、まず契約しなかったらどうなるのかということなんですが、ロシア軍傘下ではなくなるということになりますので、おそらく、ワグネルはこのウクライナの戦地からいなくなるんじゃないかという見立てが一個あります。で、もう一つの見立てなんですけれども、実はですね、数日前にこんな情報が出ていたんですね。北北西航空管制団さんです。よろしくお願いします。アントン・ゲラシチェンコさんのあのツイートを引用してくださってますけれども、アントン・ゲラシチェンコさんというのは、ウクライナの内務大臣顧問ですね、になります。主に、ロシアの偽情報と戦っているウクライナの政府当局者ということになるんですけれども、この人がですね、数日以内にプリゴジンが逮捕されるという情報を、ウクライナ側はキャッチしてますっていう情報を出してるんですよ。本当かなと思ってたんですけれども、そこから数日経ったら、民間軍事会社を国防省と契約して傘下にするっていう情報が入っていた。当然、プリゴジンさんは反発するということで、ゲラシメンチェンコさんの読み通りの展開が今展開されてるんですね。ということで、もしかしたらこれをきっかけに、プリゴジンさん逮捕ということで、ワグネルが事実上ですね、国防省に吸収される可能性があるということですね。まあ、かなり軍隊の中で遺恨の残る状況になるんじゃないかなというお話でございます。はい、というところですね、本日はドネツク州での大規模反撃のお話をさせていただきましたけれども、これね、まだリアルタイムで続いている、このままどんどん解放していく可能性もありますけれども、先ほど言ったようにこっからですね、ロシアががっつり引いた防衛ラインにぶち当たることになります。ウクライナ軍はこっから本当にですね、本当の勝負が始まると思いますので、ぜひ皆さん心の隅でですね、ウクライナ軍の応援を続けていただきたいというふうに思います。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。